皆さん、こんにちは。今回は蓮舫さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。立憲民主党参議院議員の蓮舫議員と離婚した元夫でジャーナリストの村田信之さんがアエラドットの取材に応じ、27年間の結婚生活をいいことだらけでしたと振り返りました。蓮舫議員と村田さんは1993年に出会い、同年8月に結婚しました。1997年には双子の男女を出産し、現在長男の村田凜さんは芸能活動をしています。離婚の一報を受け、ネット上ではついに捨てられた旦那、夫を人間扱いしてない、ようやく解放へ、夫はよく我慢したなど、蓮舫議員への批判とも取れるコメントが殺到していました。その一方で蓮舫議員は週刊誌の取材に対して円満な協議離婚であると主張しています。離婚を自ら切り出したものの、今も連絡を取り合うほど仲がいいと話しています。離婚の原因、今後について村田さんに話を聞いたものを引用します。蓮舫議員は週刊誌の取材で人生観の違いを離婚の原因に挙げていました。村田さんはその通りだと思います。離婚の原因を価値観の違いだと誤解する人もいますが、そもそも価値観の違いは出会ったその日から存在するものです。そうじゃないと多様性が失われてしまう。価値観ではなく人生観の違いで彼女は別れを決意したのでしょうと述べています。かつて蓮舫議員からペット以下の存在と言われたこともありました。それが離婚の理由の一つかもと憶測を呼んでいます。しかし村田さんはその言葉はいわゆるパパのお箸でご飯を食べたくないだとか、衣類を一緒に洗濯したくないといった類のものではありません。あえて言葉にするなら、私の家庭内でのポジションでしょうか。要はいじられキャラなんです。あるコミュニティの中でしか通用しない感覚ですので、これすらも正確には伝わらないと思いますが、例えば結婚する前、彼女に芥川賞を取るから結婚してくれと伝えたことがあります。若さゆえの万能感で言ってしまった言葉ですが、結婚後もいつ取るのと彼女からよくいじられ、笑い合いました。つまりそういう関係なんです。ですから私としてはペット以下と言われても全然嫌じゃないと語ります。離婚の原因となった人生観の違いとは何だったのでしょうか。村田さんはコロナを経験して、これからも同じ毎日が続くとは思いません。例えば仕事の面では、これまでできなかったリモート化が嫌をなしに進み、通勤の必要性もなくなりつつあります。今暮らしている場所に固執する必要もなくなるかもしれません。ずいぶん前から稼ぎと勤めと暮らしの三角形をできる限り正三角形に保ちたいと考えていました。どうしても稼ぎが突出してしまう、頭では理解していましたが、なかなか踏み出せませんでした。しかし、ただ働く時間を短縮することが働き方改革になるとは思いません。コロナを経験して、その三角形を正そうと考えたのが私の人生観。それが、妻が言う、人生観の違い、です。と述べています。蓮舫議員の人生観とは、東京選挙区の国会議員として職務を全うしていくということだそうです。となれば東京から離れるわけにはいきません。一方で村田さんは、すでに東京を離れて新しい生活を始めています。そこで二人の人生観の違いが生じたわけです。離婚は蓮舫議員から切り出されたそうです。村田さんは先ほどお話しした通り、楽しい毎日でしたので、別れましょうと言われた時はショックでした。でも妻とも子供とも、これまで通りに連絡を取れますし、関係性は変わりません。としています。そんな蓮舫議員について調べてみると、これまでに数々のトラブルに巻き込まれていたことが分かりました。2010年6月2日、公設秘書が東京都内で強制わいせつを働いたとして、警視庁の事情聴取を受けました。警視庁によると、秘書は痴漢をしたことを認めたそうですが、
被害者女性が被害届を出さずに帰ったため、刑事事件とはならなかったとしています。しかし関係者の間で話し合いの結果、この秘書は6月4日付で依願退職したそうです。これに対して蓮舫議員は記者会見で、女性として、娘を育てる母として、あってはならないことだと事実関係を認め謝罪しました。しかし、蓮舫議員は電話取材に対し、トラブルはあったが、痴漢とは聞いていない。相手の女性の言い分との間に食い違いがある。刑事事件になっていないので、公表するつもりはないと主張していたそうです。続いて、ファッション雑誌、Vogue日本、2010年11月号156、161ページに特集として、国会議事堂の中央階段等で、アルマーニと高級ブランド服を着たポーズをとっている蓮舫議員の写真を掲載しました。議事堂内での撮影について、私的な宣伝や営利目的にあたる行為は許可されていないといいます。同年10月7日、この撮影に対して、西岡武雄参院議長が口頭で蓮舫議員を注意しました。これらの批判に対して、蓮舫議員は撮影場所が不適切であるとか、懸念を抱かせてしまったとしたら、率直にお詫び申し上げると陳謝しました。その上で、国会議員はさまざまな手段で情報を発信しているが、その一つの手段として雑誌の取材に答えることは大切だと述べるとともに、参院議長から注意されたことには、個人的な立場で心配をされているという先輩議員としてのアドバイスをいただいたと説明しました。この件について民主党の羽田雄一郎参院国対委員長は記者会見で、政治活動の一環だと思っているかもしれないが、一般的にどうか、自分と他人の捉え方は違う、と述べました。2010年10月14日、参議院予算委員会にて、小畑美紀夫参議院事務総長は、自民党の西田昌司参院議員の撮影許可の経緯についての質問に対して、申請書の撮影目的欄には、議員活動の記録のためと記載されていたが、宣伝色の強いものであるため注意喚起をした、と答弁しています。蓮舫議員は、参院側から、議員活動の記録のため、と書くように示唆があった。撮影場所の確認時も、参院担当者は、この場所なら大丈夫だ、と言った、と述べたのですが、後に蓮舫議員はこの答弁について、私の誤解に基づいた答弁で、撤回し謝罪したいと答弁を撤回しています。2011年7月18日、なでしこジャパンの女子ワールドカップ優勝を受けて、なでしこジャパン、優勝、すごいです。と X に書き込んだところ、行政刷新省時代にスポーツ振興費などを仕分けた実績から、スポーツ振興金をごっそり仕分けられたなでしこジャパン、給料は0円から10万円の極貧生活などと批判が集中し、炎上しました。これに対して蓮舫議員は、振興予算を天下り団体が、中抜きするよりも、チームにしっかり払う方が手厚い振興になるというのが仕分けの議論だった。仕分けは、天下り先の人件費に回っているのではないかという視点で議論した。当時の議事録をぜひ参照してほしいと反論しています。また文科省の競技スポーツ課は、削られたのは、ジュニアやコーチの育成といった、選手強化には直接的に関係のない JOC 独自事業の部分です。選手らの合宿費、遠征費やコーチ強化費といった事業については、減らされずに守られています。JOC 独自事業も、別のスポーツ振興基金などを通じて、ほぼ同じぐらいの額が出て、継続されていますと否定しています。またこの時のワールドカップの費用についても額は減っていないとしていました。ただし、日本体育協会の補助金は減っているため、女子サッカーの普及に多少の影響はあるかもしれないとしていました。2012年1月13日の野田第一次改造内閣発足により大臣を退任したことについて、中国網日本語版は不倫疑惑で辞任とし、2011年11月、蓮舫氏は週刊誌に不動産会社社長との不倫疑惑を報道された。しかもその不倫相手は不法薬物使用で逮捕されている。
このことを野党議員から国会内で追及され、蓮舫議員はこの社長との交際があったことを認めたが、不倫ではなかったと述べていると報じていました。2016年9月2日の産経新聞で、私はバリバリの保守ですよ、みんな間違っているけど、野田佳彦前首相並みの保守ですよという発言が報じられています。同氏の政治部次長は、憲法や安全保障等の重要な国家課題において保守らしさを発揮できておらず、思い込みに過ぎないと批評していました。2016年12月15日発売の週刊新潮に、手元を書類ケースで隠しながらスマホをいじっている写真が掲載されたことについて、携帯電話の使用は衆議院では閣僚が危機管理に対応する際のみ、参議院はあくまで緊急事態に限るとされ、問題視されたことがあります。2017年1月には国会開会中にツイッターを更新して、インターネットで多数の批判がされる事態となり、過剰反応するツイートに愕然と再ツイートしました。これについて産経新聞は、逆ギレとも取れる、蓮舫氏は以前にも週刊誌にスマホを国会審議中にいじる姿を撮影されている上、民進党は今国会の審議中、安倍晋三首相が質疑中にトイレに立ったことを批判していた。こうした経緯から、他人に厳しく自分に甘いと姿勢を批判する指摘が相次いでいると述べ、インターネットでは己に甘く他人に厳しいなどの批判があると報じていました。2017年5月17、18日の厚生労働委員会において、民進党の大西健介議員がエステ業界で大量の陳腐なテレビ広告を流している悪徳ビジネスがあるなどとした上で、皆さんよくご存知のイエスクリニックみたいにと発言しました。これについて高須クリニック院長の高須克也さんは、名誉を毀損されたとして、大西健介議員と党首の蓮舫議員を相手取り、1000万円の損害賠償をするつもりであると表明しました。高須院長は同年5月18日のブログで、高須クリニックはエステで集客しない、古代広告のチラシもまかない、きちんと落とし前をつけてもらうと発信し、産経新聞の取材に対して謝罪を求めたかったが、裁判では金額しかないというので1000万円を求める。大西氏は党を代表して質問した。党首も OK しているはずだ。民進党が攻撃だけで好き勝手言っていて、自民党が応戦一方で反撃しないから、国会での発言が言いたい放題なことに前から怒っていた。庶民でも怒れる対応ができるのだと伝えたいと述べていました。大西議員は、内容を聞いていないので詳しく言えない、質問では高須の名前を出しておらず、誤解に基づいている、法律上名前と連絡先しか連呼できない CM があるのは現実だとコメントしていました。2021年1月18日に召集された第204回国会において、菅義偉首相の施政方針演説の原稿の一部の画像を首相の演説前にツイッターに投稿し、今日午後衆参両院で菅総理が原稿を読み上げられますが、どれだけの思いを込めた話し方をされるのかなどと書き込みました。事実上演説前に原稿が公になったことから、自民党などから問題視する声が上がり、蓮舫議員は取り扱いに関する縛りはないと反論のツイートをしたのですが、参院議員運営委員会理事会で会派としての謝罪と投稿の削除を求められました。最終的に立憲民主党の吉川沙織野党筆頭理事が、こうしたことが発生したことは誠に申し訳ないと陳謝し、蓮舫議員は一連の投稿を削除したことがあります。さて、先ほども触れた蓮舫議員の双子の長男として知られる林さん、両親の離婚後、元自民党国会議員の糸山栄太郎氏と養子縁組したことが話題になっていました。息子の林さんは母蓮舫議員と決別宣言したという噂もあります。蓮舫議員の長男が養子縁組した理由について調べてみました。1997年4月2日、ジャーナリストの父村田信之さんと政治家の母蓮舫議員のもとに誕生した林さん。高校はイギリスに留学し、帰国後はアイドルグループボイズボーイ
で活動した時期もありました。2020年8月に両親が離婚すると、母、蓮舫議員の本名である斉藤姓になったそうです。2021年5月、元自民党国会議員で実業家の糸山栄太郎氏と養子縁組をして、本名は糸山凛になったという仰天の展開になりました。そして糸山氏が経営する湘南工科大学に入学し、2021年11月末でアイドルグループから脱退。学問だけでなく政治から帝王学まであらゆることを糸山氏の下で学んでいるそうです。蓮舫議員の長男凛さんが糸山氏と養子縁組したのは財産相続のためと言われています。糸山栄太郎氏は総資産4000億円とも言われる日本有数の資産家です。自身も20年近く自民党の国会議員として活動し、政界引退後は自民党の有力議員を支援しています。糸山栄太郎氏には離婚した元妻との間に長男がおり、後継者と期待して育てていたのにトラブルでご破産になったそうです。長男とは絶縁状態で後継ぎを失うことになった糸山氏ですが、周囲には次のように語っていました。息子に遺産が渡るくらいなら赤の他人にあげた方がマシだ。数千億円の資産を持っていてもあの世にお金は持っていけないから、志の高い若者に生きたお金を使ってほしい。将来を担う若い才能を探していた時に出会ったのが凛さんでした。もともと糸山氏のところには与野党問わず政治家の出入りが多く、相談事が持ちかけられることも珍しくない。いつのことかは分かりませんが、初めは蓮舫議員が糸山氏サイドに接触して息子さんを紹介したと聞いています。やがて政治を勉強したいと言い始めた息子さんの真剣な姿勢を見た糸山氏は彼に惚れ込み、自分が面倒を見てやろうとなったとされています。凛さんには自民党の公認を得られるならいつかは選挙に出る覚悟があるとされています。養子縁組した上に蓮舫議員が所属する立憲民主党の政敵である自民党に入党した凛さん、本気で政治の世界で生きていく覚悟を決めたようです。いかがだったでしょうか。今回は蓮舫議員についていろいろと見てきましたが、息子さんのことが一番気になるところです。2021年1月に凛さんが母との決別宣言をしたことから不仲説が浮上していました。凛さんは自身の YouTube チャンネルで、今日で母親のことを気にして生きるのはやめたいと思いますと発言し、これからは政治にも向き合おうと思います。仮に母と意見が食い違ったとしても自分の意見は曲げないつもりですと決別を宣言したのです。コロナで政治に目覚めた凛さんは母の政治姿勢に疑問を抱くようになったそうです。国会で強い口調で政府を追及する母親を見て、そのやり方は違うのではないかと疑問を抱き、揚げ足を取るような質問をするのではなく、現実に困っている人を助けるにはどうすべきか考えるようになったとしています。蓮舫議員への決別宣言後、糸山栄太郎氏と養子縁組したことから母との間に確執があったとも考えられます。2022年4月下旬、蓮舫議員が世田谷に建てた豪邸には母親も一緒に住んでおり、凛さんが出入りする姿も目撃されています。親子関係は修復に向かっていると見られていますが、実際はどうなのか今後も注目していきたいと思います。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。